さんこんにちは、マリアライト小沢ひろこです。今週も動画をご覧いただいて本当にありがとうございます。どんな1週間をお過ごしでしたでしょうか。今週もボイジャータロットから皆様へメッセージをお届けします。まず78枚から3枚を選んで、皆様にそこから1枚選んでいただこうと思います。まず、シャッフルをねしますね。ここ最近はこう人混みを避けてくださいでしたりとか、まあ、マスク使ってくださいねというようなこう、まあ、流れになっていますが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。私もねこう来月とかからは野球を見に行ったりするので、まあ、その時はさすがにマスクをつけるかなとは思ってるんですが、まあ予防はとてももちろん大事なんですけれども、こう恐れないことっていうのもすごく大事です。恐れたりとかそういうイメージをすることは現実に起こるということにもなるので、恐れないことです。まずしっかり予防してその時間を楽しんでいくっていうのも一つ大事なことかなと思っています。ではここから3枚選びますね。では、今回はこれと、これと、はい、こちらにします。はい、ではこの3枚のこちらから A、B、C です。1枚選んでくださいね。選ばれましたでしょうか。ではこちらからいきます。 A のカード、はい、タワーですね。タワーのカードは、まあ、大きな変化ですとか、まあ、もしくはその真っ只中にいるという方いらっしゃいますでしょうか。またはこう、自分が想定している順序で物事が、起きない、そんな体験をするかもしれないですね。で、変化とかその意外な出来事っていうのは時にねとても、スリリングでもあり、こうあなたをこう不安にさせることということでもあるんですが、今回のこの変化であったり出来事というのはこれは春を告げる予兆です。なので、まあ、恐れなくていいということなんですね。こう恐れることによって、まあ、そのフィルターがね余計にその不安に陥れたり、そういう状況を作り出すということがありますので、恐れなくていいということです。もうむしろ起きたことに対してはそう来る、面白いねとか、そう来たかってこう楽しむような感じで過ごしてください。起こることをぜひ楽しんでくださいね。であとはその手を差し伸べてくれる人が、その状況にあって手を差し伸べてくれる人がいた場合は遠慮なくその助けを、まあ、受け取ってください。楽しみとその好奇心と一緒にその時期を過ごすとですね、またさらにパワーアップした自分を、まあ、感じることができますので、ぜひそのように過ごしてみてください。では次が B のカードです。 B が、はい、こちら A のは知恵の人というカードですね。知恵の人はですね、答えはあなたの中にあるよということです。なのでどうしようかなって思いつつも、実は本当は思い当たることがあったりとか、まあ、見当がついているということはないでしょうか。今週はぜひこう頭の中に思い描いているということを、まあ、形にすることをちょっと意識してみてください。その行動やね発言がこう周囲に広がっていくのを合わせてイメージをしてください。実際に行動に起こしたりこう発言するというのはなかなか勇気がいることですけれども、まあ、だからといって他の情報を、ね、調べる必要は全然ないです。必要なくって
それって余計に自分の中で混乱を招いてしまったりとか、不必要な遠回りをするようなことになると思いますので、必要なのはこうあなたがこう自分で、経験してきた、知識ですとか、その経験を信じるということです。私たちはそれぞれに経験や知識という宝物を持っているということをこう分かっていてください。その上でぜひ行動をしてみてくださいね。知恵の人でした。では最後 C のカードです。こちらですね、アチーバー、達成者のカードですね。もちろん、達成しますっていうことなんです、これってね。でもそれにはあなたの行動が必要ですよということですね。今週はアクションを起こすということをね、大切にしてください。ついつい頭の中でいろいろ考えたり想定するっていうことをやりがちな方は、特に体を使うということを意識してみてください。例えばこう誰かとチームを組むとか、またはこう助けてほしいなということで助けてくださいと助けを求めることですとか、またその目的のことを、その助けを求めるとかではなくて、それだけのことを話すっていうのも一ついいかと思います。あとはもう基本に立ち返って、すごいせっせコツコツと、お仕事に取り組んでみるとかですね、今までこうチャレンジしたことない新しいことにこう思い切ってチャレンジをしてみるとか、まだまだできることはありそうですね。で、その起こした行動が直接その目的の達成というところに果たすっていうところがなかったとしても、この動くことで流れがこう変わるっていうのは、必ずこれ実は起きています。ちょっと目に見えないんですけど、そのアクションを起こすことで何かこう流れが変わるということは必ずありますので、ぜひそちらもちょっと意識してみてください。そうするとこう何が動いたのか、何が得られたのか、変わったことっていうことを一つ一つこれをこう拾っていくような感じで進んでいくと、おのずと目的にたどり着けると思いますので、ぜひちょっと動くということを意識してみてくださいね。今週のカードでした。いかがでしたでしょうか。今週もちょっとこう胸にとどまるようなというか、こうふと思い出せるようなメッセージになると嬉しいなと思います。今週も1週間、心と体を高めて笑顔と健康でお過ごしくださいませ。素敵な1週間になりますように。今週もご覧いただいてありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。